ひた、ごうひた、ごうひたごひた,ごひたバスオリジナルカラーシャひたごは、福岡県福岡市と朝倉市、大分県ひ田市を結ぶ高速バスである。西鉄天神高速バスターミナル筑区市の、高速木山高速小郡大隊、高速立ち洗高速甘木、朝倉インターハキ、ひたインター口昭和学園前引く場内、豆大入口市役所前から、田島一丁目。 北バスターミナル北営業処備中は、毎時おおむね2本が運行されているが、早朝夜間と平日日中の毎時1本を除き、天神発着となっている。2015年12月21日のダイヤ改正以前の日中は、毎時おおむね2本が運行されていたが、全便が博多発着の全区間運行であった。博多バスターミナルに私鉄天神。 高速バスターミナル高速木山吐日北インター口昭和学園前引く場内、豆田入口市役所前から、田島一丁目、北バスターミナル北営業所通勤の利便性を、測った系統であるため運行本数は、非常に少なく、朝に、田発一便のみである。土休日は観光の利便性を測って2013年11月2日の、ダイヤ改正より、 福岡発が朝に1便、日田発が夕方に1便設定したが、2015年12月21日のダイヤ改正により福岡発及び夕方便は廃止となった。博多バスターミナル東港2丁目、福岡空港国内線築市の高速木山、高速小堀大遺体高速立ち洗い、高速天城、浅倉インターハキ、日田インター口昭和学園前引く場内。 豆田入口市役所前から、田島一丁目、北バスターミナル北営業処備中は、毎時おおむね一本が運行されている。渋滞の激しい天神地区を回避して、博多駅への利便性を図った系統である。また、西鉄天神高速バスターミナルには立ち寄らないので、乗車の際は、注意が必要である。2013年11月2日のダイヤ改正によって、新設。 当初は、北発が、朝の3便と福岡発が夕方以降の3便のみで、あったが、2015年12月21日の、ダイヤ改正で、従来の福岡空港経由と引き換えに、大幅増便となり、主力系統になった。博多バスターミナル5副町高速甘木、朝倉インターハキ、北インター口昭和学園前引く場内、豆田入口市役所前から、田島一丁目。 日田バスターミナル日田営業所平日朝の日田発1便のみ。蒸気ノンストップと違い朝倉インターと高速天城に停車するが、高速木山は通過する。福岡空港、天神は経由しない。2009年7月27日のダイヤ改正から、平日に日田発の朝の1便のみ設定された、通勤系統。ノンストップとは違い。 はきには停車しなかった。次の2010年9月6日のダイヤ改正をもって、廃止された。博多駅交通センター西鉄天神バスセンター、高速木山、北インター口昭和学園前引く場内、豆大入口市役所前から、北駅北口、北バスセンター、博多バスターミナル西鉄天神、高速バスターミナル高速木山はき、北インター口昭和学園前、 木内、豆田入口市役所前から、田島一丁目、北バスセンター北温泉入口平日は、通勤、と休日は観光の利便性を図った系統であるため、運行本数は、非常に少なく、平日は、た発が朝に1便、と休日は、福岡発が朝に1便とた発が夕方に1便、のみである。 土休日は観光の利便性を図って2013年11月2日のダイヤ改正より、福岡発が朝に1便、北発が夕方に1便が存在したが、2015年12月21日のダイヤ改正により廃止となった。オジラン号は2011年夏から2012年度まで、観光シーズンの土日祝日に限り運行されていた直行便で、 西鉄高速バスとひたバスが運行を担当した。博多バスターミナル西鉄天神バスセンター。たインター口昭和学園前引く場内、豆田入口市役所前から、田島一丁目、たバスセンター西鉄天神バスセンター。たインター口間では、途中の停留所に一切停車しなかった。おじらんとは、た弁で、降りないの意であり、 天神と日田市内の間で高速道路を降りないことに、ちなむ。2011年度は通常便と同様の座席定員制、2012年度は予約定員制であった。2013年度からは設定されなくなったが、代わりに2013年11月2日のダイヤ改正で、と休日に、ノンストップが設定された。ただし、このノンストップは、おじらん号とは違い。 高速木山と覇気にも停車する。全便が、たバスによる運行で2009年7月27日に、廃止された。末期は4往復が運行されていた。博多駅交通センター、西鉄天神バスセンター、福岡空港国内線地区の木山、高速小堀大台高速立ち洗い、高速天城、朝倉インター萩、北インター口昭和学園前引く場内。 豆田入口市役所前から、たバスセンター小淵中川原中華町松原ダム杖立てひたバスセンター杖立て間は、一般路線と同様の扱いで、この区間のみの利用も可能であった。西鉄による運行で2009年7月27日に廃止された。福岡発の朝の一便のみ運行であった。博多駅交通センター西鉄天神バスセンター。 福岡空港国内線畜紫の木山、高速小合大台,台高速立ち洗い、高速天木、朝倉インターハキ、北インター口昭和学園前引く場内、豆大入口市役所前から、北バスセンター、中川駅前高塚北バスセンター高塚間は、一般路線と同様の扱いで、この区間のみの利用も可能であった。西鉄による運行で2009年7月27日に、 廃止された。高塚発の昼の一便のみ運行であった。博多駅交通センター、西鉄天神バスセンター、筑紫の木山高速小合大隊高速立原洗高速甘木、朝倉インターハキ、北インター口昭和学園前引く場内、豆田入口市役所前から、北バスセンター、中川駅前高塚北バスセンター高塚間は、一般路線と同様の扱いで、 この区間のみの利用も可能であった。博多バスターミナル西鉄天神、高速バスターミナル福岡空港国内線、筑紫の高速木山高速小ぼうり台一帯、高速立ち洗い高速甘木、朝倉インターハキ、北インター口昭和学園前引く場内、豆田入口市役所前から、田島一丁目、北バスセンター北温泉入口末期は、福岡発の始発便のみ運行されていた。 2015年12月21日のダイヤ改正以前は、日中は、毎時おおむね1本が運行されていて、月熊ランプ経由とともに、主力系統であったが、投稿2丁目経由の大幅増便と引き換えに、大幅減便となり2発を廃止、後に、福岡発も廃止になり全廃した。 福岡市内天神北ランプ福岡都市高速、ダザイフインターチェンジ九州自動車道、トス JCT 大分自動車道ハキインターチェンジ、ハキハキインターチェンジ大分自動車道ヒタ、インターチェンジヒタ市内博多バスターミナル、空港通り福岡空港国内線金の、 熊ランプ福岡都市高速大財布インターチェンジ、九州自動車道トス JCT、大分自動車道ハキインターチェンジハキハキ、インターチェンジ大分自動車道ヒタインターチェンジ、ヒタ市内博多バスターミナル、元広通り。 千代ランプ福岡都市高速太財布インターチェンジ、九州自動車道都市 JCT、大分自動車道破棄インターチェンジ破棄破棄、インターチェンジ大分自動車道北インターチェンジ、北市内。北バス西日本鉄道福岡北間に、最速高速バスが登場。おじらん、号、期間、曜日限定で運行します。西日本鉄道、2011年7月13日。 お知らせ、福岡北直行バス今年も、おじらん、号運行いたします西日本鉄道、2012年7月12日、高速バス、福岡北線にもか全便導入完了 PDF。西日本鉄道、2012年3月26日、高速バス福岡、福岡空港北線、た号11月2日。 ダイヤ改正福岡日田大分湯布院間を結ぶ高速バスがより便利に現在の日田営業所停留所日田バス日田営業所構内にあり日田バスセンター日田営業所間の改装を営業化日田バスセンター大規模リニューアル新名称日田バスターミナルとして生まれ変わります日田バス2019年9月9日西日本鉄道公式サイト日田号 ありがとうございます。